それでは新型コロナウイルス感染症の発生につきまして発表をさせていただきます。昨日1月の29日県内におきましては127名新型コロナウイルス感染者発生が確認をされました。公衆衛生上の観点から感染された方がお住まいの市町村名および都道府県名の内訳公表をさせていただきます。徳島市は67名、鳴門市7名、小松島市7名、阿南市9名、吉野川市5名、美馬市6名、勝浦町2名、石井町3名、南町1名、松重町2名、北島町1名、藍住町7名、板野町2名、上板町2名、鶴木町1名、東三好町2名、大阪府1名、兵庫県1名、愛媛県1名となります。また、主な感染経路につきましては、濃厚接触者または接触者が35名、クラスター関連が35名、県外2名となります。その他、感染者の年代や症状の程度など、詳細につきましては、記者の皆様方のお手元に配布させていただいている資料をご覧いただければと思います。それではこれを受けて、徳島アラート指標について公表させていただきます。指標は2つ。まずは、最大確保病床の使用率、263分の87、33.1% となります。2つ目、重症者用病床の使用率、こちらは0となります。本日発表の公務員のうち1名につきましては、番台庁舎に勤務をする徳島県庁の職員となります。なお、この職員につきましては、感染可能期間中に県民の方と接する業務を行っておりますが、接触された方すべて特定がなされております。また当該職員が所属をしている職場につきましては直ちに執務室内の消毒を実施しており、執務室内の職員すべて、23名でありますが、を対象に検査を実施しており、当該職員と接触のあったうち6名こちらについては定性検査すべて陰性となっておりまして、自宅待機としたところであります。引き続き保健所と連携し、適切に対応を図ってまいります。ここで本日発表の医療機関職員、この中に県立中央病院に勤務をする職員と、中央独立行政法人、徳島県鳴門病院に勤務をする医師がそれぞれ1名、含まれておりますのでご報告を申し上げます。まず県立中央病院に勤務をする職員については、当該職員は感染可能期間中に勤務をしていないことから院内に濃厚接触者はいないと判断し、病院職員及び入院患者に対する検査は行っておりません。また院内感染の可能性がないと判断をし、救急入院、外来の受け入れにつきましては、通常通り運用を継続をいたしております。そして地方独立行政法人、徳島県鳴門病院に勤務をする医師につきましては、徳島県鳴門病院において、当該医師の感染確認を受け、昨日1月の29日午後9時、21時ですね、から救急の受け入れを休止いたしております。なお現在、当該医師と濃厚接触または接触のあった職員及び入院患者に対する検査を実施しているところであり、この結果を踏まえ、明日1月の31日でありますが、以降の救急、外来、入院の受け入れ対応について決定することといたしております。続きまして、この度
新たに発生が確認をされた4つのクラスターについて以下ご説明を申し上げてまいります。なお1日に4つのクラスター発表するのは1月の28日と昨年の8月の25日に続き最多タイとなり、これで今月に入ってから認定をされたクラスターは21件、月別の確認数としても最多となります。それではまず76例目のクラスターについて、これまで発表した3名の感染者に本日発表の4名を合わせた7名の感染者が一つの中学校において確認をされ、この中学校において感染が拡大した可能性が高いことが分かりましたので、この7名をクラスターとして本日認定をさせていただきましたということで、76例目中学校クラスター、中学校の生徒さん7名というクラスターとなります。なお感染者と接触された方、把握をすべてされていることから、県の条例に基づき現時点での学校の名称所在地の公表については差し控えさせていただきます。次に77例目のクラスターにつきまして、積極的疫学調査の結果、これまで発表しておりました6名の感染者に1つの医療機関において接点があり、この医療機関において感染が拡大をした可能性が高いことが分かりましたため、本日クラスターとして認定をさせていただきますということで、こちら77例目医療機関クラスターということで、職員が5名、そして患者さん1名、合わせて6名のクラスターということになります。なお感染者と接触された方はすべて把握されていることから、県の条例に基づきまして現時点では医療機関の名称や所在地の公表については差し控えさせていただきます。続きまして78例目のクラスターについてでありますが、これまで発表いたしました5名の感染者に本日発表の1名を合わせた計6名の感染者が一つの高齢者施設において確認をされ、この施設において感染が拡大をした可能性が高いことが分かりましたので、この6名に疑似感染の2名を加え、合計8名の関連クラスターとして認定をさせていただきますということで、こちら78例目高齢者施設関連クラスター、職員3名利用者3名ということで、施設内では6名、そして二次感染が2名、合わせて8名の関連クラスターとして認定をさせていただきます。なお、感染者と接触をした方々は、すべて把握されておりますことから、県の条例に基づきまして、現時点での高齢者施設の名称や所在地の公表については、差し控えさせていただきます。続きまして79例目のクラスターについて、これまで発表いたしました3名の感染者に本日発表の13名を合わせた計16名の感染者が一つの社会福祉施設において確認をされ、この施設において感染が拡大をした可能性が高いことが分かりましたので、本日クラスターとして認定をさせていただきますということで、こちらとなります。79例目社会福祉施設クラスターということで、施設内で利用者13名、そして職員3名、合わせて16名のクラスターということになります。なおこちらにつきましても、感染者と接触をされた方すべて把握をされていることから、県の条例に基づきまして現時点での社会福祉施設の名称や所在地の公表については差し控えさせていただきます。それでは次に過去に発生したクラスター7つ、それぞれ感染者の状況変化がございましたので一覧表でご説明をさせていただきます。まず60例目高齢者施設関連については、
利用者この方1名が出たということで37名の関連クラスター。次に67例目屋内スポーツ活動関連、こちらは2次感染お一人ということで57名の関連クラスターに。また70例目児童等利用施設関連につきましても2次感染1名増え28名の関連クラスター。また72例目中学校関連につきましては2次感染5名を加え14名の関連クラスター。また73例目大学関連につきましては2次感染2名を加え11名の関連クラスター。そして74例目社会福祉施設関連、こちらについては2次感染2名を加え14名の関連クラスターに。そして75例目児童等利用施設関連につきましては利用者1名そして2次感染4名合わせて5名を加え21名の関連クラスターとして認定をさせていただいております。それでは昨今の全国的な傾向、本県の傾向についてお話を申し上げていきます。昨日発表された全国の新規感染者数84,935名となり、依然として過去最多を更新中ということになります。そして本県におきましては本日公表の新規感染者数127名となり、昨日公表の163、一昨日公表の160、これから比べると減少したように見えるわけではありますが、これをもって減少傾向に入ったとは言えないと考えるべきであり、引き続き状況を注意深く見守ってまいりたいと考えております。そこで県民の皆様方にも基本的な感染防止対策の一層の徹底にぜひご協力をよろしくお願いを申し上げたいと存じます。そして最後に一点、私の方から学校や児童等利用施設に関する取り組みについて申し上げたいと存じます。今全国でも児童等利用施設あるいは学校、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、まあ、こうしたところでクラスターが続発多発しているんですね。なかなか抑えきれない。しかし今高校入試実施期間を迎える、先週24日より県の教育委員会におきましては管理職用、教職用、部活動顧問用の3つのチェックリストに基づき実施をいたしました学校における感染防止対策の再確認の状況についてでありますが、一昨日1月の28日金曜日までに学校訪問チーム2名で1つのチーム、そして県下3県域に分けて対応しておりますが、この学校訪問チームが全ての県立高等学校を訪問し感染防止対策についての再確認を終了いたしたところであります。また同様に市町村教育委員会に対しても管内の各学校に対してチェックリストなどを活用いただき感染防止対策の確認をすでにお願いをしたところであり、28日金曜日までに各学校での対応状況についてご報告をすでに教育委員会にいただいたところであります。改めて各学校におきましてはマスクの着用や手洗い、手指消毒など基本的な感染防止対策が講じられていることが確認をできると同時に、各学校における休み時間や部活動の前後などいわゆる場面の切り替わりでの具体的な取り組み事例も把握することができたところであります。そこでそれぞれ少し特色的なものをまとめさせていただき、こちらもこれを広く共有をさせていただければ。まず
小学校中学校での取り組み事例ということでありまして、例えば行間時間、休み時間ですね、あるいは休み時間、まあ授業と授業との間、あるいは休み時間、その終了時間、こちらに差をつけるというね、特徴的な対応の仕方。また学級内での分散給食ということで、クラス内で給食を一斉に取るのが従来パターンでありましたが、空き教室あるいは特別教室、こうしたものを活用していわゆる分散で給食をする、もちろん黙食についてもということで、一番感染の可能性の高い場所を分散給食という形で対応をしているところがございます。また家庭内感染が大きく見られるための同居家族の健康状態の確認を依頼をする、家庭内感染防止、学校から子どもさんたちからということになります。また高等学校での特色的な取り組み、これもこちらにまとめさせていただいておりますが、例えば部活動について部室の学年別分散使用、また部活動の終了後に普通だと更衣室、こちらに入って楽しく衣服を脱いだりですね、着替える、こういうのが従来のパターンであったわけでありますが、部活動終了後に着替えをせずそのまま帰宅をすぐすると、まあ、こうしたことも可能と、まあ、よくゴルフ場ではねこうしたこと言われ、お風呂入ったりシャワー浴びないでもそのままロッカールーム行かないで帰ったという事例があるんですが、まあ、こうしたそれぞれの取り組み、これを取りまとめたところでありますので、こちらについてもしっかりと共有をしていければということで、さらなる感染防止対策、その徹底をに生かしていただくために、県の教育委員会から県立学校及び市町村教育委員会に対し、これらの情報共有を図るために、感染防止対策の取り組み事例について通知をさせていただきまして、県のホームページにも同時に掲載をするとともに、特に小学校に感染が広がっていることから、明日1月の31日月曜日、市町村教育委員会の担当者とのオンライン会議、こちらを開催をし、取り組み事例の共有をしっかりと図ってまいります。そして小中高等学校の取り組みに加え、全国的に感染者が増加傾向にある保育施設や放課後児童クラブ、こちらなどについても改めて施設での感染防止対策の徹底や、施設を通じた家庭内感染防止のためのパンフレットの配布を市町村担当部局へウェブ会議で依頼を行ったところであります。また最近発生をした学校現場や児童等利用施設のクラスターにおきましても、学校や施設から家庭内で感染が広がる事例が多く確認をされているところであり、このような事例をなくすことが感染者数の減少につながるものと考えております。そこで現在、公立私立を問わず、県内の小中高特別支援学校を通じて、家庭での新型コロナウイルス対策の映像について、家庭ご家庭への配信を進めているところであります。そこで家庭でできる新型コロナウイルス対策基本編映像を、記者の皆様方にも少しご覧をいただきたいと思います。家庭でできる新型コロナウイルス対策基本編。皆さんはご家庭でどんな対策を行っていますか？ここでは家庭でのコロナウイルス対策について動画で分かりやすく説明いたします。感染症のすべての基本は手洗いと言っても過言ではありません。手洗いをしないとなんとウイルスは100万個も残っているんです。石鹸やハンドソープで1回およそ15秒手洗いするだけで、なんとおよそ 0.01% までウイルスを減らすことができます。日
2回繰り返すと、なんと残存ウイルスはおよそ 0.0001% まで減らすことができます。手洗いはこんなに重要なことだったんです。手洗いはまず石鹸を泡立てながら手のひら同士をよくこすり合わせます。次に手と甲、指の間を順に洗います。そして親指をもう片方の手のひらで握りねじりながら洗います。さらに指先、爪の間を洗いましょう。最後に手首をねじりながらウォッシュ。石鹸やハンドソープで最低15秒もみ洗いも流水で15秒しっかりとすすいでください。次に消毒方法について見てみましょう。ウイルスがついた手で触った箇所は素材によってはおよそ72時間もウイルスが生き続けます。手で触れる共有部分はこれらを使ってこまめに消毒しましょう。特にトイレや洗面台は感染の疑いのある人と部屋を分けていたとしても使用することが多いので、こまめに消毒することが大切です。新型コロナウイルスに有効な消毒は濃度 70% 以上のアルコールか 0.05% 以上の次亜塩素酸ナトリウムが有効です。市販されているアルコール商品は成分表にアルコール濃度が表記されていますのでチェックしてみてください。 70% 以上のものがおすすめです。厚生労働省から作り方が紹介されています。タオルのキッチンハイターを使った作り方をご紹介しましょう。 500ml のペットボトルに水を入れ、ペットボトルのキャップ1杯のキッチンハイターを入れて混ぜれば出来上がりです。それでは消毒方法を見てみましょう。基本的に人が触れる箇所は消毒しましょう。菌をしっかり除去することを意識して一方向に拭き取ってください。みんなでしっかりと対策をとって新型コロナウイルスから家族を守りましょう。ご家族、同居されている方は大体3分半ぐらいのものでありますが、いつもは私がこうボードでね示すものをより分かりやすく動画で徳島保健所の方で策定をいたしたものであります。ということで、これを未就学児がいらっしゃるご家庭にもしっかりと届けることができるように、施設を通じまして施設利用者のご家庭へメールなどで URL、 こちらをお知らせをして家庭内でネット上でご覧いただけるようにしてまいりたいと。そして各ご家庭におかれまして家庭内感染を防ぐ、こうした意識を家族全員で高めていただければと思います。まあ、今後とも関係機関としっかりと連携を図りまして感染拡大防止対策に工夫を凝らしてまいります。私の方からは以上です。よろしくお願いいたします。では管理者から、まずクラスター関連についてなんですが、はい、76年の中学校からの生徒7人の関係性と、それとまあクラスター発生の原因を同点とした、はい、76年目の中学校クラスター、これはまあ生徒さんたちが7名ということになっておりまして、まずは初発の方と同じクラスの人、これが軒並み、そしてあと同じ部活と、これが軒並みということで、ここから派生をしている、つまり同じクラス、あるいは部活動、これが感染の場、仕組みということになります。以上です。77例目なんですが、はい、これ、虚になって認定されてた理由と、これも同じように原因を分かれば教えてください。まあ、こちらにつきましては、医療機関と
ということでありまして、まず初発職員の方1名がおられたんですが、まあ、家族や何かとの関係いろいろこうありまして、それぞれ保健所の方で深掘りをさせていただいた結果、今回のこの構図、これがまあ分かったということになります。ありがとうございます。でも残り日誌施設についても同じように、はい、それでは次に78例目、こちらは高齢者施設関連クラスターということでありまして、こちらにつきましても初発の職員の方、まあ、こちらは二次感染が実はあったんですが、ここから今度は利用者の皆さん方との関係、あるいは他の職員へという形で、こちらも派生が見えたということで、積極的疫学調査の結果、それらに関連性があって、そして一つの場でということが分かったところであります。次に79例目、こちらは社会福祉施設関連クラスターということになります。まあ、こちらにつきましても、今申し上げたように、まあ、大体入所者の方々、こうしたところが出て、入所者、そして職員、まあ、それらが検査で分かってきたということになります。ありがとうございます。先ほどの動画に関してなんですが、はい、どうぞ。これは最近作られたものですか？そうです。徳島保健所の方で作って、特に家庭内感染今非常に多いということで、いつもは私の方でボードで説明をしておりましたが、やはりもっともっと分かりやすく、そしてやはり動画の方が共有しやすい、またネット上では URL これを活用してすぐ見ることができますので、まあ、大体3分半ほどのものを作らさせていただいて共有していただこうと。これもすでに公開はされていますか？ネット上で、はい、もうできております。 YouTube なんかで見れるのか、はい、あと最近のですね、すいません、ちょっとトレンドについてお伺いしたいんですが、どうぞ。まあ、例えばなんですけど、まあ、久しぶりに、まあ、1日あたりの感染者で最多を更新した22日発表、はい、80人だったんですけど、その時点ではほとんどが若い方で、60代以上が4人しかいなかったと思うんですけど、はい、まあ、今日段階だと127分の21、およそ6分の1が60歳以上になっていると。まあ、直近1週間でも848分の100、13% ぐらいが60歳以上になっているということなんですが、やっぱり少しずつフェーズが変わりつつあると捉えていいのかどうか、あと、まあ、前年代にですね、やっぱり感染が広がっていってる最中なのかなという気はするんですが、まあ、それに対する、まあ、知事の、まあ、対策、こんなこと気をつけてほしいとか、はい、まあ、そういったこうメッセージのようなことをいただけると。はい、まあ、これまでも申し上げているように、昨今の状況、もちろん高齢者の方が増えるっていうのは、高齢者の施設の中に入り込む、そしてクラスターになると、まあ、ここのところも今日も4つのクラスターのうち1つが高齢者施設のクラスターでありますし、今月中に起こった中でも60例目、これが高齢者施設の関連クラスターというものがこれありまして、まあ、高齢者の施設が入ると当然まず多くなる。ただ全体で21クラスターがある中で、高齢者、今日言ったみたいに今日のを含めて2例しかないんですね。で、他は何かというと、児童の皆さん方が使う施設であるとか、あるいは小中高大学がほとんどということですね。ということで、家庭内から児童生徒の皆さん方に移って、それが施設の中で広がる、あるいはそれぞれの施設の中で持ってきて家庭内で移してしまう、そして家庭内に当然高齢者の方、例えばおじいちゃんおばあちゃん、こうした方がおられるということで、まあ高齢者クラスターということもあるんですが、数は圧倒的に21分の2少ない。それを考えると家庭内感染が恐ろしいということなんですね。
それで実は大都市部と地方部との大きな違いという家族構成にもよるんです。でどちらかというと徳島をはじめ地方部というのは3世代同居っていうのが割と多いんですね。まあ、昨今では独居の高齢者の方も増えてはきているんですが、やはり根本的に大都市部と比べると非常に3世代同居これが多いということで、子どもさんたちお孫さんたちに持ち込まれてしまってそれで感染をしちゃう、あるいは家庭内でどなたかが持ってそれがまあ子どもさんとこに行ってそれが違う3世代同居のところに行くと、まあほとんどの部分がおそらく家庭内感染、これが契機となって、そしてまずは若い皆さん、そしてそれが今度は高齢者へ、こういう構図になる。まあ、これが早い段階で分かりましたので、ボードでの説明も繰り返し行ってきたところですが、同時にやはり徳島保健所の方でしっかりと動画で分かりやすくという形で先ほどの動画もお作りをし、そして今配給をしている、また今記者の皆さん方にもご覧をいただいたところです。ということで大きな傾向というのはやはり家庭内感染が一つの場となって、そして児童の皆さん方の使う施設、まあ、例えば保育所であったり認定こども園であったり幼稚園であったり放課後児童クラブであったり、まあ、いろいろ場があるわけなんですよね。まあ、本家の場合はスポーツなんかを行う場でもあったわけなんですが、あるいは小学校、中学校、高校、こうしたところでどんどん広がってそれがクラスターとなり、でまたそれが家庭内に持ち込まれる、まあ、これはでも全国的な傾向なんですね。ということでもう象徴的なのはこの一月で最多となるこの1月ですね、21のクラスター、これまで一番多かったのが昨年の8月、これが18だったんですね、クラスター、これを抜いた。しかも人数的にも規模が全然違うんですね。前回18のクラスターで268人、今回は21のクラスターで現段階で409、まだまだ今日発表したように新しいクラスター4つ発表して、既存のクラスター7つがまた大きくなって申し上げたところですが、やはりこれら学校など児童生徒の皆さん方の多いところっていうのは本当に多い。そして家庭内感染、まあ、こうしたメカニズムということで様々な対応、学校の巡回であるとか、あるいは児童施設などのところに対しての市町村の担当、あるいはそういう施設担当の皆さん方に対してのテレビ会とか、まあ、こうした形を徹底をしていってとにかく封じ込めていくと、まあ、今日実は高校では一人も高校生出てないですね。まあ、こういう形でやはり対策を積み重ねていくことによって効果も出てくると、このように言えるかと思います。例えばまあ今後なんですけど、圧倒的に若者が多かったのが、やっぱ少しずつ平準化していくっていう可能性はありますか？平準化をしていくんではなくて、圧倒的に若者が多い。例えば今日の状況を見たとしても、30代以下が70人ですね。55.1%。しかも未就学児から大学生まで、こうした皆さん方が32人。いうことですから、まあ、こうした皆さん方が相変わらずまあ少し今までとより少なくなった部分があるんですが、その分家庭内感染ということであらゆる世代に広がっている。だから特に高齢者が増えてるというんじゃなくて、あらゆる世代にどんどん拡散していってるというような感じです。はい、でも根っこのところはやっぱり若い世代ということは変わりないということです。だからやはりこう、まあ、児童と利用施設の場であるとか、あるいは教育の場ですね、それから家庭内感染、これらを抑えていかないとなかなか難しい。今後ですね、寄付するポイントを教えてください。やはり家庭内感染をいかに防いでいくのか、それから教育の場でどうしても場面の切り替わり、まあ、こうしたところが授業なので緊張しているとちょっと切り替わる場面っていうのはね、まあ、息抜きをしたいっていうのがあって、よく言われる鼻マスク、顎マスク、まあ、こうした点がどうしても見受けられるということで、今回高等学校などでも巡回指導、またチェックリストをこれは市町村教育委員会の皆さん方にもお配りをした。
また児童等利用施設の皆さん方にもこれはウェブで開業してそうした点についての注意をさせていただいたとチェックリストなんですね、まあ、こうすることによってなんとかそうした新たな発生を抑えていくと同時に家庭内感染の防ぐポイント、今回はボードじゃなくていよいよ動画まで共有を県民の皆さん方にしていただくと、まあ、こうすることによって、まあ、全国的な傾向でもあるんですがなんとか抑えていくことができればとこのように考えています。あと、まあ、ちょっとご体験だと申し訳ないんですけど、以前にも知事おっしゃられてたんですが、こういう若い世代の感染がまだやっぱ5割を超えているような状況だけれども、そのクラスターがですね、やっぱ高齢者が中心の施設なんかにどん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 拡散していくと非常に恐ろしい、はい、そういう何て言うんですかね、まあ、当然ですけど、まあ、そういうこう高齢者の施設に持ち込まないということが第一と、はい、まあ、注意の、ただ高齢者の施設というのは2通りあるんですね。つまり1つは入所している施設、ここは防御がかなりしやすい部分がありますっていうのは職員の皆さん方がしっかり対応していただく。で、今面会なども一時期、まあ、51日間感染者ゼロということがあって少しの時間ならっていうのを今もまた面会がウェブでないとダメみたいな形になってますから、ここはかなり防御ができているんではないか。ただ通所施設になってくるとこれはいろんな方がご家庭から通ってこられますから当然家庭内感染して持ってきてしまうと、こうしたことがあるんですね。だからそうしたやはり家庭内感染をとにかく抑えていかないことには今申し上げた通所などの高齢施設、あるいはそうしたところで勤務をされている方が入所施設の方も対応していると同じグループでとなってくると、今度はそこで入所している皆さん方に広げてしまう、このメカニズムは怖い、何としてもこれを止めないということになる。ありがとうございます。5段階でですね、87人の入院患者がいらっしゃいますが、はい、例えばこれの年代構成みたいなのであったりしますか。まあそうですね、割と高齢者の人たち、まあ毎回今日の入院何名、そのうち高齢者が何名でとかいう話をこう申し上げているところなんですけどね。例えば今日の、まあ、毎日のようにこう申し上げておりますが、今日の事例で申し上げていきますと、今日入院をされたのが7名で、6名が高齢者、それで1名は医師の総合的判断ということで、これまでも高齢者あるいは基礎疾患を持っている方、妊婦さんでお医者さんの総合的な判断、まあ、こうした形でやはり高齢者多いということになりますから、まあ、若い皆さん方っていうのは症状が無症状であったりあるいは軽症でもあまり重篤化する可能性が低いという方はやはり宿泊療養であったりで、今すでに運用を昨日も申し上げたと思いますが、まあ、これからはもうドクターの判断は当然かませるんですけど、自宅療養か宿泊療養を選択制に今させていただいている、非常に多いんですから、まあ、そうなってその決してその入院が難しいとか宿泊療養がたくさんなっているというよりも宿泊療養できない子どもさんたちが多い部分がありますので、ね、まあ、そうした形で今選択制を取らせていただいておりますので、まあ、そうした点を考えていくと、まあ、割と高齢者の人たちが入院をしているか、あるいは基礎疾患のある人と、まあ、一番ケアをしなければいけない重篤化しやすい皆さん方をケアさせていただいているか、まあ、その結果で、まあ、今回も重症者用病床はゼロということになっています。もしすぐに数字があれば構わないんですが、まあ、週間のトレンドとして本日は直近1週間の数字として7月23日から29日の全体の感染者数と60歳以上の数をですね、公表していただいていると思うんですが、その1週前、1月16日から22日と1月9日から15日の同じ数字というのを
がもしすぐ分かれば、ではそれはまた後ほど、はい、ショコ本舗です、ね、どうぞ。ショコ本舗です。国立中病院の医師とが送ると大和病院の医師を1人が感染が確認されることがあったんですけども、はい、中病院に関しては勤務がされてなかったということで、まあ、それどおりで、本舗病院に関してはその、まあ、今回救急の搬送病院を休止しているということは、まあ、それどおり勤務されている中で発覚したんです。はい、実はご家族の方の関係で分かったということですから、勤務していてということではないですね。それから県立病院は医師ではなくて職員だと、はい、いうことです。すみません、読売新聞ですが、この学校で の具体的な取り組み事例を共有するということでしたが、これは例えば感染者が多いところとかではなくて、感染者が少なくて、まあ、効果を上げていると見られるような事例について共有するというか。そうです。というか、すでに発表させていただいておりますが、琴加工などがポポーンとこう出たこともあって、しかもそれがなかなか止まらなかったということがあったものですから、やはりその場面の切り替え、例えば行間、授業授業の間、あるいは休み時間、放課後、まあ、こうしたところ、あるいは部活動始まる前、終わったときと、まあ、場面の展開のときに気が緩むということがあるので、やはりきっちりとそのあたりができているかどうか、これを第三者の目でも見る必要があるであろうということで、特に高校入試を控えた重要な時期ということもあって、まあ、県下3県域に分けて、2名、1つの班として学校訪問、そのチームを作って、そして1月の28日までに全て訪問を終えたと。まあ、こうした形でやはりこのポイントポイントの今言う場面の切り替えであったり、どんな点をチェックしなければいけないのか、まあ、これも管理職であったり中堅であったりですね、それぞれまあ3つぐらいにこう分けて、まあ、そして今回見ていただいたこの具体的な取り組み事例ですね、まあ、こうしたものもこれ全部の高校あるいは小中学校、こうしたところで共有をいただこうと、まあ、工夫ができるということでありまして、明日1月の31日ですね、特に小学校に感染が今広がっておりますので、市町村教育委員会、こちらの担当者とのオンライン会議、これも行って、今日のこれしっかりと小中学校でのいい取り組み事例、高校の事例ですね、こうしたものを共有していただいて、すぐさまそれを使っていただこうと。そして学校での感染、何としても食い止めたいと、このように。あとの家庭内感染の動画の URL を送られたということですが、はい、これは基本的に児童利用施設 の利用者の家庭に、はい、つまり小中学校の関係はこういう形で今どんどん送っているものですから、やはり児童等利用施設、そこも担当市町村の担当者との会議はすでにウェブで終わっているんですけど、やはりその施設からその保護者の皆さん方、ご家庭にお届けする必要があるということで、まあ、こちらも重層的に家庭内感染、もちろん県として直接ご家庭で、その次に児童等利用施設を使われているそこのご家庭へ直接施設からこう注意してくださいよと、まあ、こうすることによってよりいわゆる児童の皆さん方、ここを守っていく、またご家庭を守っていく、これができるであろうということになります。はい、ナース病院に断念してたんですが、はい、まあ、接触のあった職員や患者さんを検査するとのことなんですけど、まあ、一応何人ぐらい、対象者が、はい、申し上げています。まず今回につきましては、今回ドクターと濃厚接触あるいは接触のあった職員、それから入院患者、それから外来の患者233名、これを特定しておりますので、今順次一発で出る抗原定量検査、これを今実施して、本日中には全員の検査結果、これがまあ判明をする見込みで、ちなみに本日の13時時点、1時ですね、午後、159名に対する検査が終わって、全員今のところ陰性
ということになっています。ということで、あと残り74、現段階で止めてるのは救急受け入れだけっていう。いいえ、救急、それから外来、入院の受け入れ、これを止めています。ただこの結果本日出ますので、その結果をもってすぐに対応していこうと。じゃあ、まあ今日中に検査を終えて、31日以降の、まあ、その救急外来入院受け入れについては決定する。決定する、はい。それではよろしくお願いいたします。